やあ、せつなけいすけです。箱庭歌テトラストライクパート何本やっけ。54。これあれ、これか。あれ、どれやっけ。ちゃうな。あ、これあれか、一番端まで持っていくやつか。こっちや。こうやって、これも違う、これも。どこまでやったんや俺。俺どこまでやった。結構セーブしとんか俺、もしかして。これか、これやな。あ、矢印2つあると思ったら、一番右のやつはさ、一気に10のところに持っていくやつだったんじゃ。初めて知ったわ。そうか。前回のあらすじ、涼介がもう完全にさ、小鳥ちゃんのことを好きみたいなことを発言、行動に移りそうになっとったし、小鳥ちゃんも最後の方で涼介のことを意識し始めるし、そんな回だった。何これ、どういう状況、どうすればいいの。あ、この状態になった前の小鳥ちゃんがね、涼介のことをちょっと直視するのが恥ずかしくなってそっぽ向け始めたっていう、よく恋愛アニメでよくあるパターンのやつですよ。一緒にいるときは大丈夫だってのに、気づいたら赤くなるのか。歩む、まあ、それ言うはいいけどさ、お前の姿出てきてないからな。あ、今一瞬出てきた、一瞬だけ出てきた。なんか知らんけど、このゲームにちょっと嫌われてるな、歩む。一瞬だけだ。やっぱり小鳥さんは変わってるな。いいんじゃないのよ、可愛いんだから。そう、可愛かったらいい、可愛かったら許す、可愛いは正義。確かに可愛いけど、これ今後まともに会話できるのか心配やな。しかしその時だ。あ、まさか敵、このタイミングで。小鳥は急にビクッと体を揺らし、驚くような表情を浮かべた。お、今度はどうしたんだ。小鳥は怠けた表情のまま、瞬きもせずに虚空を見つめる。そうだ、可愛いは正義だぞ。で、その正義は今回のこのゲームでは言えば小鳥ちゃんだぞ。わかるか。ちょっと小鳥、大丈夫。あ、何を察したんだろう。伊豆の呼びかけでようやく我に帰った小鳥だったが、その一瞬、どうした小鳥ちゃん、今の感じで最後の敵がの反応があったんかなって思ったけど、違うんかな。ひどく悲しそうな顔をしたのを僕は見逃さなかった。何を予知したんだ小鳥。何絶賛話すものをちょっとままならないような恥ずかしさに覚えとったりするんかな。様子がおかしいの、どうしたのじゃ。そんなもんな、あれだよ、あれ、恋の病だよ。なんかそれとは違うような気がするんやけど。そうそんな感じ小鳥。それ自分でそんな感じで言う場面じゃないぞ、絶対何か隠しとるだろうお前。肯定するのか。ほら、歩に突っ込まれた。え小鳥ちゃんに常識は通じるらしいわ、やっぱ。何この子、変な小鳥ね。じゃあの、あはは、絶対何か隠してる小鳥。お前、みんなが笑う中、小鳥も捉えて笑っているが、やっぱり何かあるぞ。何かあるぞ小鳥ちゃん。やっぱり何かある。あ、なんか小鳥ちゃんの声で呼んでしまったけど。そうか、あ、冷蔵庫の中のアイス切れてたんだった、早く買いに行かないと店閉まっちゃうみたいな感じか。そうかそうか、なるほど。それじゃあ早う店行かんかったらな。僕の目には何かを隠しているように映った。隠さんでもいいのに、アイスだったら隠さんでもいいのに。ずっと見つめていると、その唇が小さく動く。そっか、そうだったんだ。そっか、そうだったんだ。なんだ、一体何に気づいたんだ。そうか、店の閉店時間じゃ。だいたいさ、小さい店でもだいたい6時とか7時でとか、夕方の6時とか夜の7時とかに閉まるもんやけど、なぜかここの店は、いつも行く店は夕方の5時とかには早めに閉まってしまう、そういうタイプの店か。あ、
だから早く買いに行かないとって思ったんで、なるほどな、小鳥ちゃん。そりゃ早く買いに行った方がいいわ。結局それが何なのかわからないまま、今日は解散することになってしまった。アイス買えたんかな？買えたとしたら何買ったんだろうな。なわけで暗い世界。だー、いきなりどういう状態で始まったん？前回そんなところで終わ、そんな感じで終わったわけじゃないぞ。この場所には昼も夜もない。時間の感覚はなくなって、まるで無限の時の中で私は一人戦い続けていた。ちょっと待って戦い続けていたの、じゃないに。どういう状態やこれ。リセットシステムに入って終わったんだったっけな、暗い世界。この前暗い世界終わった時ってリセットシステムに入ってすぐに終わったような気がするよな。だったと思う。ここに来てからどれだけ時が過ぎたのだろう。みんなといた日々はもうずっと昔のことのようにも思えるし、最近のことだったようにも思える。感覚は麻痺し、自分の体の認識も曖昧になってくる。どの戦いがあったんだろう。コンピューターと戦いよった感じよな。ロックマンしか想像できん。その度ナイフを握り続けていたのだが、もう痛みすら慣れてしまった。このまま私も終わってしまうんだろうか。眠いと戦いよったん。ナイフを握って、あえて刃の部分握って目を覚ますしょみたいな感じ。結局何もできないまま、世界を救えないまま。ああやだな、そんなのやだ。いきなりバッドエンドの方に入っていくけど、状況が全然わからん。不意に涙が溢れてくる。つらかった、悲しかった、自分の無力さが許せなかった。どんなに時間があっても結局私には何もできないんだ。だったら何のために私は生まれたの？世界を救うために作られ、そのために生きてきた。その責務を果たそうと今日まで頑張ってきた。それは何の意味もない行いだったのだろうか。帰りたいな、みんながいた場所に。エイが、サエが、アイリが、アオイがいたあの輪の中に。でももうここから抜け出す方法もわからなくなってしまった。ただただ体から力が抜けていくだけ。ただただ身動きの取れない泥沼の中へと引きずり込まれていくだけ。このままこの感覚を身に身を任せてしまえばどれだけ楽だろう。そうしてみんなと同じように眠ってしまえたらどれだけ幸せだろう。でもきっとそれは偽りの幸せなのだ。そう思っているからこそまだ私の瞳は閉じずに何かを見つめようとしている。ほんの少しでもいいから希望はないかと探し続けている。ん？まだ諦めないんだね。どうにか意識を保つ。なんか自分に言い聞かせるような感じやな。大丈夫、まだやれるよ。意味のない自問自答。カードキャプターさくらの木本さくらみたいな、絶対大丈夫だよみたいな感覚やな。諦めるわけにはいかない、もう私しかいないのだから。トリや葵に託されたのだから。ぼんやりとした頭のまま私はアクセスを続ける。何度も何度も続ける。何度も何度も続ける、続ける。その度体は溶けていくようだった。視界は霞み、目に映る光景は曖昧になる。でもそれでもしっかり瞳は開けたまま、決して眠気には屈しない。やっぱ眠気と戦いよった感じなんじゃ。まだまだだよ、まだまだ。あの眠くなりそうになりながらもリセットシステムに侵入続きよう感じか。侵入することを試みよるって感じ。諦めない、絶対に諦めない。限界はきっとまだ先だから、まだここじゃないから。でも視界はおかしくなって、映り込む映像は
いよいよ闇へと向かい始める。ダメダメだよ、まだ眠るわけにはいかないの。そう思うも虚しく、私は闇に飲み込まれていく。その闇っていうのが眠気ってとこかな。終わりたくない、終わりたくない、終わらせたくない。あか、叫ぶ声も出ないまま私の意識は消えていく。最後の一人が、最後の希望が、その時だった。あ、何あれ、何このトンネルの長い歩いた先にやっと出口がみたいな感じの小さなわずかな光が輝いている。まさに希望への脱出道って感じなんだ。出口、この闇の出口、あれは一体今まで見たことがないようなそんな輝き、その光をどのように表現したらいいのか私にはわからない。だけどとても魅力的だった。私は精一杯その光へと手を伸ばす。魅力的ってどういうこと？わずかに残る全ての力を使って限界まで手を伸ばす。指先が光に触れる。小さいんだ。お、光が広がる。その途端光は輝きを増し、私の体を包み込んだ。あ、何これ、リセットシステムの中入った。ここは光の中に立っている。意識は妙にはっきりしていた。まばゆい光の中で私はその姿を見つけた。誰誰だ、誰、何この科学者っぽい見た目の人、リセットシステム開発したでしょうってちょっと予想ができてしまう人、誰。ただぼんやりとどこを見るでもなく問い続けられる一人の少女。あなたは誰、近寄りながら尋ねる。少女は黙ったままうつむいている。ちょっと、もしもし、女の人、あなた、私の声が聞こえてますか？ Hey you, watch, watch me, look you, あ、look you は、あなたを見る見ちゃうな。あ、その姿を眺めているうちに、私は彼女の正体に気づいた。誰？あなたが、リセットシステムなのね。リセットシステムそのままですか？え、人工知能、人工知能を表現したらこんな感じになるの？はぁ、あ、バイオハザードの、あの劇場、あの実写映画版のバイオハザードのアリスシステムみたいな感じになったんや。なるほどな。あれを考えたら理解が早いってことな。少女は無言のまま、コクイと頷いた。正解だったよ。てか耳聞こえてるのね。リセットシステム、つまり彼女は、この世界そのものだ。はあ、少女はまるで人形のようだった。小鳥ちゃんみたいな感じじゃないか。見た目全然違うけど、何も思わず何も感じず、喜びも楽しみもなければ悲しみも苦しみもない。ただそこにあるだけの無機質な物体。あなたがそれじゃあみんなも眠ってしまうわよね。どういうこと？彼女は世界そのものだ。この世界にいる全ての人間はこのことを結びついている。それならば感情をなくし眠っていくのは病気でも何でもなく自然な流れだった。いや、わからん。自然な流れって言われても俺には理解できないぜ。理解できない。アンインストール、アンインストールって言ったんだと思う。だったら私がすべきことは、おねえ、生きるっていうのはね、とても嬉しくて楽しくて、そして辛くて悲しいことなんだよ。それをこの子に教えること。人間の人間味のある人生みたいな感じ。そのどれもが必要で、何かが欠けたら全部のバランスが崩れてしまう。
だからね、あなたにはそれを知ってもらいたい。少女は初めて口を開く。喋れるんかい。どうだって。ほら、あそこに道があるよ。光の中にたった一人だけどこかへとつながる道がある。おいおい、その先にウイルスがないだろうな。バグに感染してアビルルルルルルルとかならんだろうな。大丈夫やろうな。心配そうな顔してるぞ。おいテトラ、心配そうな顔してるぞこの子は。少女はその道を見つめ、しばらくしてからまた私の方に向き直った。私はね、生まれた時きっとあなたと一緒で何も思っていなかった。でも大切な人たちと一緒に過ごしていくうちに、私はたくさんの気持ちを手に入れることができたんだ。なんかテトラって小鳥ちゃんみたいな感じの展開だ、成長の仕方しよったんじゃ。小鳥ちゃんも最初何も持ってなかったかのごとく、あんまり喋らんし、表情も豊かじゃなかったしって感じなんじゃだったんやけど、テトラとその辺はリンクしとんかもしれんな。こんな私だって手に入れることができたんだから、あなたもきっと大丈夫。言ってるよ少女、リセットしても言ってるよ。無口の先輩言ってるよ。元無口の先輩。不安なら私も一緒について行ってあげるよ。だから一緒に行こうこのだから一緒に行こうの感じがさ、息子娘にさ、歯医者行こうみたいな感覚に聞こえてくるのは俺だけだろうか。感動のシーンなのに。少女の手を取り、私は歩き出す。抵抗することもなく少女は一緒に歩き始める。歯医者に行くときって途中みたいな感じになってるやん。けど服装がゾイドジェネシスみたいな感じになってる。ゾイドジェネシス知らんかなみんな。服装がそんな感じなんですけど、光の中を進んでいく。行き先はわからない。進むうちに私の体は少女の中へと溶け込み始めた。リセットシステムに入ったってこと？今入った感じ？大丈夫、一緒だから。この溶け込み始めたっていう表現がちょっと俺にはちょっと理解できんよ。本当に理解できない。アンインストールやけんな。アンインストール何回出てくるんや。私という個人もまだこの世界の一部、彼女に取り込まれ全ての感情を失っていく。でも大丈夫、この先にきっと何かがあるから。さあ行こう、私たちの世界を救いに。やばい、箱庭歌ってさ、抽象的な表現が多すぎてさ、たまに理解できん時があるよな。ん？何これ？どういう状態これ？目を覚ました。あ、覚ましたん？少し汚れた天井が視界に映る。エアコンが映ってるやん。なんでエアコンを映したのこれなんでエアコンを映しとんこれここはどうだろう。私は誰だよ。俺が気になるわ。どんな声の出し方してはいいんか、どんな声で読めばいいんかわからんし、何もわからない。何も思い出せない。うん。体を動かし起き上がろうとするが力が入らない。体は重くきしみ、まるで自分のものではないような感覚だった。見覚えのない部屋で唖然としていると、部屋の戸が開く音がする。そっちに顔を向けると、そこに女の人、唖然とした顔つきの女の人が立っていた。ちょっと待って、一瞬名前忘れたんやけど、ど忘れたんやけど名前、すいません。あなた、イーナさんじゃなんかイーナさんの名前一瞬ど忘れたんやけど、しかもさ、一瞬クリスさんって言いかけたけん、弟だよそれイーナさんな。なんでイーナさん出てきたん？小鳥てか小鳥ちゃんだったん。小鳥、目を覚ましたのか。走り寄って
よかった、よかったと言いながら、私の手を掴むその人。そう、小鳥っていうのね。それがどうやら私の名前らしい。これ過去の話？あれじゃ、小鳥ちゃんって敵と戦った時に、意識不明になって、それで起きた頃には記憶失っとったみたいな話になっとったんよ。このシーン？そのシーンなん？もしかしてこれ。そういうこと？過去？だとしたらさ、テトライコール小鳥になるんやけど。え？そうなん？何を言ってるんだ？何も覚えていない。私は誰？そんな、嘘だろ。そうだ。医者。この小鳥ちゃんがさ、力持っとるのに記憶喪失になってしまったっていう、そういうな、落ち込みやな。慌ただしく部屋を出ていく女の人。ああ、過去の話の走馬灯かもしれん。走馬灯って言うたらなんか小鳥ちゃんが死にかけみたいな話になったもん。死ぬ5秒前みたいな話になったけど、小鳥ちゃんは死にかけではないけど、なんか過去の話になったような。これ過去の話や絶対。私はじっとその背を見送った。あの人は私の何？あの様子からしてきっと近しい関係なのだと思うが、何も思い出せない。何もかも思い出せない。暗い世界って過去の話だったん？私は一体誰なんだろう。いや待てよ、リセットシステムと融合して、テトラがリセットシステムの中に溶け込んでこうなっとうってことは、テトラとリセットシステムが融合された存在が小鳥。よわからん話になってきた。 SF か。いや SF やな、このゲーム。 SF やな、実は。 SF 青春物語みたいな感じのことを説明文に書いとったら、8月16日土曜日朝10時、携帯に電話がかかってきた。液晶に表示された名前を見ると、イーナさん。え、このタイミングでまたイーナさん出てくるか。こっちの世界でも何かあるぞ。かけてきた相手がイーナさんだとわかる。いや、だいたいイーナさんがかかってきたら何かあるってことだけどさ。はい、リョウスケですけど。リョウスケ、小鳥がどこにいるか知らないか。あ、小鳥ちゃん。え、行方不明。はい。話を聞くと、いつもなら起きている時間なのに小鳥が部屋から出てこず、様子を見に行ったらもう部屋にいなかったらしい、とのこと。そうか、小鳥ちゃんちょっとアイスがいきなり食べたくなったけんさ、あざ早く開店時間ギリギリに走っていった感じなんだ。なるほどな、小鳥ちゃんそこまでアイスが好きだったのか。違うな、それは絶対違うな。携帯は臨時支部に置きっぱなしで、いつからいないのか、どこに行ったのかなど何もわからない状態らしい。これでアイス浮い夜店とか行ってさ、おったらさ、笑いもんだぜ。イーナさん笑いもんだぜ。約束の場所的なところに行く。約束の場所。あ、でもそれぐらい大事な場所に行ってそうな気がせんでもない。じゃあ僕も探してみます。ああ、頼む。ということで僕は家を抜き出した。まだ抜き出したって言葉を使うか。だんだん親からさ、ちょっとうちの子ちょっと不良っぽくなってるんじゃないの疑惑出たんじゃないか。大丈夫か凌介。どこから探したらいいものか。まさかこの後選択肢出てきたりせん。一体なぜ小鳥は臨時支部からいなくなったんだ。もしかして新世界の人たち誘拐されたなんてことは。いや、それはないんちゃうん。もう新世界手引いたし、何よりクリスさんたちがおったら新世界がそんなことをするはずがない。クリスさんがさせんってしそうやな。いや、それはないだろう。それならイーナさんが気づくはずだ。みんなにも探すのを手伝ってもらおう。一人一人に電話をかけ、僕はみんなを学校に呼び出した。学校に到着し、みんなが来るのを待つ。少し経つと東堂兄弟がやってきた。おはよう、りょうに。おっす、
なんか夏行きってさ、こういう時にさ、いつも遅れてきそうなタイプやけどな。すまんすまん、遅れちゃったわみたいな感じで来そうなのに、なんでお前一番に来たんだ。お前自分のキャラ分かってんのか。小鳥ちゃんが、小鳥ちゃんが、小鳥、コナミちゃんがしっかりしておけんかな。おはよう。それからすぐに、伊豆木と歩を現れる。なんでお前ら同時タイミングなん。いとこだからといって、別に同じ家に住んどるわけじゃないと思うやけどな。小鳥と、小鳥いなくなったんだって？大丈夫なのか、それは。大丈夫じゃないから呼んだんだよ。大丈夫だとは思うけど。まあ、島のどっかにはいるだろうし、探しゃあ見つかるって。そうね、家出したくなる時もあるわよ。みんな割と気楽に構えている。小鳥ちゃんがさ、家出したくなる時もあるわよって、 RCH に何起こっとんだって話になる。それにしてもどこに行ったんだろうな。ロウスケ、昨日一日一緒に過ごして変わった様子はなかったか。いや、変わりすぎただろ。なんか直視されなくなりましたよ。俺のことを意識始めし始めたよ。し始めたから直視されなくなったよ。もう変わった様子はなかったかどころかさ、変わりまくりだよ。特におかしい感じはなかったけど。変わったってことで言ったらな。そら夏よりだってそう思うだろな。ねえ、ほら伊豆木。でも今関係ないよ。何？いや、これで涼介も行方不明だったら佳境近くだったんだけどなって思って。そうよ、なんであんたは行方不明じゃないのよ。お前その言い方で行方不明であってほしかったみたいな感じの言い方するな。お前伊豆木、お前俺のことを何だと思ってるんだ。おう、リョウニー、顔が赤くなって可愛いの。うるさいな。はい、時間的にこの中途半端ですけど、この涼介でうるさいなを聞いたところで今回はお会いとさせていきます。別に涼介のうるさいなに特別な意味はない、価値もないんやけど、このタイミングで終わります。ということで今回はこの辺で。なんか謎の世界が、てかテトラと小鳥が同一人物だったってことになるんよな、今回の話で。こっからどういう話になっていくのか、小鳥ちゃんはどこにいたのか、ちょっと予想はできる。ある程度の予想は立てれるけど、これは言わない。次のパート、楽しみにしとってください。というわけで、週明け。東堂涼介たちの世界と、クライズ世界がリンクし始めてきましたよ。あのシーンを見る限り、もう、テトライコール小鳥ちゃんってことで間違いなさそうなんよね。小鳥ちゃんは、一体何を察したのか、そしてどこに行ったのか、もしアイス買いに行ってただけだったらマジで怒る。